北川正康11月11日隊は、日本の政治家、政治学者、三重県知事、衆議院議員、三重県議会議員を歴任。早稲田大学大学院公共、経営研究科名誉教授、及び、早稲田大学マニフェスト研究職門、前所長。富士通株式会社社外取締役、四日市大学客員教授。家族は、妻と二男で、 次男は、現ファジアーノ岡山代表取締役社長の北川、深夜。父は、北川正夫。おじに、久保田藤丸がいる。三重県鈴鹿市出身。三重県立神戸高等学校、早稲田大学小学部卒業。学位は、小学士。1983年の第37回衆議院議員総選挙で、自由民主党から出馬し、初当選。 自民党時代は福田派、安倍派、三塚派に所属していたが、1994年の細川内閣総辞職を機に、鹿のみ彦ら自民党、議員5名と共に離党して、可能党首とする、新党未来を決闘。その後、他の政党会派と合併して、新新党に加わった。1995年、おなじみ江県出身の岡田克也に押されて、議員辞職して、 三重県知事選挙に出馬した。自民党公認党候補を破って当選を果たして2期務めた。当初は新進党が支援母体であり、2期目は事実上は自社公民4党による相乗りのオール与党体制だったが、公式には政党、団体の推薦、支持を得なかったため無党派知事と言われた。2003年に長期政権は 癒着が生じると不出馬を表明した。国政復帰も囁かれたが、政治の根本を変えるには、若い政治家を育てる必要性があると時き、早稲田大学大学院公共経営研究科教授に就任した。2015年退任。選挙における政党の政権公約としてのマニフェストを提唱し、日本に広めた。2一世紀臨調共同代表、選択発起人代表、 テレビでは TBSK ブロードキャスターミノモンタの朝ズバ。朝ズバにコメンテーターとして出演をしていた。1995年に三重県知事選挙で当選した後、岩手県の増田博也、や宮城県の浅野志郎、高知県の橋本大二郎、鳥取県の片山義弘らと共に改革八時として注目された。その改革内容については、 賛否両論ある、主な業績を以下に記す、ありがとうございます。